さあ本日のゲストはライターの中村明子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。アトリエまでお越しいただきまして、こちらこそ。今日はこの中村さんがとっても面白いことを始めたので、それをお伝えしていきたいと思います。ありがとうございます。私も頼んだんですけど、お仕事でね、ちょっとホームページを見て、はい、ライターの中村さんがどういった面白いことを始めたのかっていうのをちょっとご覧いただきたいと思います。はい、こちらですね。あなたに代わってあなたのことを文章で表現します。伝わるプロフィールライティング、徳積なまこ文章作成室。徳積なまこ文章制作室。そう、なまこじゃなくてなまこ。あ、どういうことですか。なまこじゃないんですか。なまこ、食べ物のなまこじゃない。あ、そっちじゃないですか。そっちじゃない。名前が徳を積んで、うん、生きる子でなまこなんです。あ、そうなんですか。漢字だと生きる子なんですけど、それを今カタカナにしている。はあ、私はずっとナマコだと思ってました。違います。ナマコが好きなのかなと思ってたんですよ。ね、よく言われるんですけど、うんうん、でもちょうどお仕事でナマコ石鹸のお仕事をしたんです。この名前使い出してから。そうなんですか。もともと私自身は長い間編集とかライターの仕事、生活情報誌のライターの仕事をしていて、そらちゃんとも一緒にね、お仕事させていただいて、今ねお付き合いまださせていただいてるんですけど、会社員だったんですけれども、辞めてフリーランスのライターの仕事をしていて、近年個人事業主の方だったりとか、中小企業の方だったりとかお話を聞く機会がちょっとありまして、でこうプロフィールを皆さん意外と書けないっていうのが分かって、でプロフィール書けるなら書いてもらいたいっていうお話が何個かあって、あ、プロフィールに特化したものがあってもいいのかもしれないなと思いまして、この徳積なまこ文章作成室っていうのを作ったんですけど、もちろんプロフィールだけではなくて、いろんな、ランディングページだったりとかホームページの原稿だったり、あと動画のシナリオとかも考えて構成からできるのでさせていただいてという感じで、もうプロフィールもそうだし、文章に関するもの全部を作っていきますよっていうのがこの徳積なまこ文章制作室。私、中村さんと北海道新聞社さんの子会社の、生活情報誌で一緒だった。ずっと私と中村さん2人でタッグ組んで、中村さんが文章を書いて、はい、で副編集長さんそうですだったの で、で私は外注でイラスト描いてたから、ぬいぐるみ持ってカメラ持って ね、そして結構長い間やっていて、毎月ね、やってたから結構そらちゃんと過ごす時間がね毎月あって、移動中ね、いろんな話したりとか。いや本当に人生のかなり長い時間を中村さんとは私過ごさせていただいたんですよ、ね、夢の話とかもしてて、ね、そうそう、夢も話したし、絵本書きたいってその時言ってたなっていうのを覚えてて、だから、そんな前の時に、自分がどう登っていけば分かんない時に、もうすでに副編集長さんで、そんな偉くないんだけど、ご活躍されていて、で私は中村さんからこの文章にも関わってくるんですけど、取材の極意っていうのをいつもそんなね、いつも言ってくれるけど、取材の極意を私は中村さんから学ばせていただいたんですよ。だから師匠なんです。いつも言ってくれるけど、取材の師匠なんです。いやもう、ね、ありがとうございます。もうそんな、でどんな取材を中村さんがしてくれるか、とにかく真心なんでですかね、すごい誠心誠意、いや当たり前なんですけど中村さんの取材方法で一番私が感動したのが、中村さんは、私たちが行ってたのはいろんなお店屋さんですね、
あの札幌市内にあるいろんな量販店とか雑貨屋さんとかカフェとか、うん、お菓子屋さんとか、ね、うん、商店とかね、うん、そういうところに行って思いを聞いて、うん、それをマップにしてね、そう、そらちゃんが絵描いてマップの、そうそうそう、記事にするっていうのをやってたんですけど、うん、中村さんはその例えば1ヶ月前とか、うん、半月前にそのお店に取材に行って、でそこの店主さんと仲良く交流して必ずそこのお店の何かを結構たくさんお土産に ね、 なんかね買 う、まあそう、まあ、結局お店屋さんだから購入するんだけど、うん、あの購入することが目的ではなくて、なんていうのかな、その今1ヶ月前にもうお店下調べも兼ねて1回あの名乗らずに大体行くんだけど、はいはいはい、そう名乗らずに行って普通のお客さんとして行っていいお店だなとか思ったら、まあ候補にあげるっていう、まあ、ちょっと時間かけすぎだってよく言われたんだけど、じゃないとなんか納得いかないっていうのがあって、うん、でそういうとこに行ってで、まあ、普通のお客さんとして行ってもっとこのお店のことを知りたいって思うから、こうそこで売ってるものとか、そこのお店の人が作ったものを食べるとか買うとか、あとこうすごくね大事にされているものが何なのかっていうのを知るために、まあお店屋さんだから買うっていう行為になってる。そう、もうそのなんていうの、前段階の取材の前段階の準備みたいのにすごく時間と心、あうんそうね、知りたいっていう、ね、そう費やしていて、最初その凄さっていうのにあまり気づかずに当たり前のことなんだと思ってたんですよいつも多分すごいお金使う、もうすごい買い物する人だなと思ってたんだと思う思ってた言われたことある、そうそれちゃんにたくさん、あのそんなに買ってどうするんですかってすごい最初は本当に分からなくて、うん、でその与えられた環境っていうのも当たり前のものだと思ってたし、うん、とっても心地いいなと思ってたんですけど、うん、違う取材に行った時にそうじゃないことが発生して、うん、あれみたいな、中村さんがやってた取材ってものすごく丁寧だったんじゃないかって、丁寧すぎるって言われる、でもそれが私素晴らしいなと思って、うん、それ以来私もそれ以降取材の時は同じようになんでそんなに買うんですかって言われそう、何年かぶりに会った時にすごい買ってたから、そらちゃんどうしたのって言ったら、中村さんが教えてくれたんじゃないですかってすごい買ってたもんねこっそり買ってっていうのも、やっぱり取材させていただくってことは、うん、そらマインドを受け継いでですよ、うん、そうやって気づかせていただいたのは、取材させていただくお店のファンになってからじゃないと取材なんて元はできないなって、そんなさせてもらってるっていう気持ちでいつも行くようにしてたんだよね。だから多分それが多分その、ね、もっと知りたいとか、うんうん、させてもらうからにはもっとこう知っておきたいみたいな、そうだからもうそのねマインドがものすごく心地よくてあーすごいすごい人なんだっていうことが分かった。いやすごくはない、だからこそその時時点でもう副編集長にまでなってたっていうね、うん、いやそんな年取ってただけだからいやそしてそのマインドで、うん、あの作ってくださるあのプロフィールだから、うん、私が夢で持ってる絵本大国北海道、はい、ピクチャーブックアイランドをホームページに文章を載せてるんですけど、うん、どうもこうまとまりがつかなくてあの綺麗な文章としてのまとまりがつかなくて、うん、それで今回、ね、ありがとうございます、お願いしたら、はい、すごいやはり丁寧に聞いてくださってでさらに思ったんですけど、うん、プロフィール作るとか写真を作るとか、うん、自分史を作るにしても、うん、こう自分のことを話して、うん、それを聞いてもらって、うん、まとめてもらう作業って、うん、自分の頭の中がクリアになるなと思って、確かに結構インタビューのお仕事とかをすると、うん、あの相手の方が終わった時にいや整理できたっていうのをよくおっしゃってくださって、別にね何か導いてるわけでもなく、ただそうなんですねへーって聞いてるだけなんですけど、なんかこう話すことで自分の中でこう整理整頓ができるみたいで、いや本当にそう、多分皆さん中村さんに
取材された方とか、うん、話を聞いてもらった方、うん、みんなそうだと思うんですけど、だといいなあの本当に心がね、話し終わった後すっきりしてたり柔らかくなってたり、うん、ほっとしてたりするんですよ。本当なんか本当もうおばちゃんと喋ってる感じなんでなのかなと思ったら、このまた空気感というかもわっとした感じ、いやいやオーラっていうのもあるのかなってうーん、オーラあるのかな中村さん、聞くのは基本的に好きですか？うん、なんかこう、まあ、人間だったらその人だし、うん、まあ、物だったらその物を知りたいっていう思いがあるからこそ、こうまずその人の話を聞こうってなる。うん、昔からですか？割とそうかな。それと昔からね、書くことが好きで、子供の時から書く仕事に就きたいって思ってたんだけど、何でもよかったの、書くだったら。ただ子供の時からなんか惹かれるものがその広告だったのね。そう、なんかコピーとかだったの。コピーライターか作家になりたいってずっと言ってて、で、まあ、就職先がフリーペーパーだったから、まあ、半分以上広告だったから、広告の記事体広告ってやつをずっと書いてたんだけど、まあ、そらちゃんとかと一緒にやってたお仕事は編集記事だから広告ではないんだけど、なんかやっぱ広告とかね、やるとなると、あの報道と違って、こういいとこだけ見ちゃうっていうか、いいところを引き出そうと思っちゃう。例えばなんかね、このキャンドルだったら、このキャンドルはいいとこはどこだろうって、このキャンドルをみんなが使いたくなるのはどういうとこだろうっていうのをこうね、あちこちから見て、あこういうところがいいんだとか、例えばこのなんか明かりのこのつき具合がいいんだとか、なんかこうそういうのを、いいところをこう引き出したくなるんだよね。え、じゃあもしかしてですけど、うん、まあ、キャンドルもそうだし、ここにあるもの全てに対してそういう見方をできる、うん、しようと思えばできる。え、すごい普段からしてるわけじゃないけど、例えばなんかこれについてなんかこう、ね、記事とかセールスレター書いてほしいって言われたら、まあ、そういう風にするよね。まあ、それでも広告は基本だと思うんだけど、だから人のインタビューとかする時も同じ姿勢、なんかだからその人のいいところをどうやったら引き出せるかなとか、この人はどういう人なのかなって思いながら、こうなので、まあ誠心誠意じゃないけどね、やっぱり斜めに物は見ないようにはしてるっていうか。あ、じゃあもう話を聞くっていう体制の時から、うん、その人のいいとこ探しが始まる、あ、そう始まってる感じ。うわ、なんか無意識だけど、それすごい、うん、だって話が終わった時にはその人のいいとこがたくさん引き出されて終わってるっていう、うん、そうそうそう。そしてそれをね、また文章でまとめて出すと、まあね、照れる人が多いけど、そうでもそれはその人のいいとこだなって思うし、だからできるだけ自分は色眼鏡で見ないっていうふうにしていますコーチングの勉強もしてたんですか？あのね、子供を産んだ後に、はい、その子育てコーチングってやつがあって、でなんかちょっと興味があって行ったら、まあ、子育てにももちろん使えるんだけど、うん、まあ、当時会社員だったから、おや、これは部下にも使えるのではって思ってというか、これ取材の時に無意識でやってたなって思うことが、ご自身で、うん、インタビューの時とかに。例えばどんなことだったんですか？なんか結局コーチングって傾聴とか質問とかあるじゃないですか、うん、であとその相手を否定しないとか、はい、受け入れるとか、うん、っていうのがこう、ね、自然にできてたから、コーチングの勉強ちょっとした時も、その子育てコーチングやった時もなんか、あ、分かってるっていうか、やってたなみたいな。でそれを改めてこう、うん、なんていうの、学ぶ形になったから、意識を今度はするようになって、っていうのですごく良かった。じゃあもうすでに知ってたことを体系立てて言われた時に、あ、知ってる、やってた、知ってる、やってたっていうふうに確認になったってことですか？確認になって、確認になることでさらにこうそれを意識するようになるから、あの、ね、やりやすくなったって。すごい、うん、もう何年間ぐらいライターとして？ライター歴はね、何年だろう、その大学出て新卒で会社に入って3年半いて、うん、でその後川下りがしたくてラフティングがしたいから会社辞めますって言って辞めて会社にしたらいい迷惑だったね。すごい経歴ですそう、3年で一人前って言われてて、うん、3年やっと経ってようやくっていう時に、川下りしたいんで辞めますってなんか、ね、こんなに世の中で楽しいものあるんだって。確かにラフティングは楽しい。そしてこう
なんだろう、全て流れていくみたいなすごい気持ちよくて、それでなんかこう毎週末通ってたの、ニセコに。そのために車の運転も全然してなかったんだけど、ニセコに行くためだけにすごい運転練習して、ほぼお小遣いがラフティングみたいなの生活をしてて、それでそんなに好きだったらラフティング会社でガイドやればいいじゃんって言われて、そうか、じゃあやろうって思って、会社の仕事大好きだったし、書くことね、ずっと子供の時からの夢でやってたし、広告だったしね、好きなことだったし、全然会社に不満はなかったんだけど、どうしてもその体が動くうちに、若いうちにラフティングやろうと思って、そうせいでやめちゃったんだね。で、まあ、それでまあ2年半近くかな、季節労働者的にいろいろやってて、まあ、結局ガイドにはなれなかったんだけど運動が全然できなくて運動できないのにガイドになろうとしたっていうね、そういうのがあったんだけど、まあ、ラフティング会社で広報の仕事とかジムの仕事をさせてもらって、でも、まあ、夏終わった冬、まあ、冬も残ってた時もあるんだけど、冬は札幌で出版社とかでバイトしたりしてっていうのを、まあ、2年半か3年ぐらいかな、近くやってた、そしたらそのたまたま広告代理店で校閲のアルバイトしてたのね。机1個置いてもらって、週1回か2回かな、そこの広告のいろんなものが上がってくるやつをチェックするっていう係をねやらせてもらってた時に、たまたまその最初にいた会社のからよかったら戻ってこないって言われた、戻らせてもらって。そうだったんですね。じゃあそこから何年ぐらい、そこからが17年ぐらい会社にいたのかな。じゃあでも20年ぐらい、20年、あ違う、ね、もっとだね、と25年ぐらい。そう思います。各仕事は、すごい長いね、四半世紀ですよ。だから やだね。いや私もちょうど四半世紀なんですよ。なので本当に、ね、四半世紀一つのものを書くっていうことにかけてきた人って、もうそのオーラやっぱりこのなるべくしてなるものになったのかな、になってる。でもやっぱりね、好きなことを仕事にして生きていけるのは本当幸せだし、ありがたいなって思っているし、まあ、これからもそれはね続けていきたいし、多分書くことって、まあ、ライフワークっていうか、そらちゃんが絵を描くことがライフワークみたいに、私も書くことがライフワークだなっていうのも、ね、あと作家になり、なってみたいなっていうのはある、すごい。なかなか創作ってね、今まで広告とかばっかりだったから、なんかまあちょっとそっちもね、今後の本当の未来の展望としてはそっちも、そっちもやりたいかなっていうのと、そう、それこそ絵本も、絵は描けないけど、絵本の、そう、あの原作も描いてみたいなっていうのは、いいじゃないですか。それ今年入って急に思ったの。いいじゃないですか。その時は声かけてくださいよ。その時はだってやっぱ師匠ですからね、私の取材、取材の極意を教えてくださった師匠ですからね、いくらでも声かけてください。いやいや、もうなんか それをちょっとふと今年に入ってからなんか創作したいなと思って、ずっと書くっていうことでね、ずっと書き続けられたらいいなっていうかすごいな、書くことがこんなに好きだなんて。なんか子供の時からやっぱすごい好きな、小学校の時から、だから小学校のね、文集とかに将来なりたいものっていうのに、ほとんど書く仕事って書いてある。本当に、いや、じゃあ本当に小さい頃からの夢を今も地で言ってるって思って、わすごい、そう、すごい、自分でも振り返ってみたら、そういえばそうだって。すごい。じゃあ今はとっても幸せですか。そうなん、幸せか幸せじゃないかって言われたら常に幸せなんだよね、割と。そう、なんか小学校の時は覚悟仕事をしたい、でなんか途中でなぜか吉本に入りたいと思った時があってなんか未だになぜそんな風に思ったのか分かんないんだけど新喜劇が好きだったからだっけ、あの理由なんだけど、まあ、そんなねちょっと曲がった時もあったりちょっとやっぱり面白いなんか中学とか高校の時は逆に将来の夢ってなんかあんまり描けなくって、なんか高校生の卒業文集はね、なんか将来の夢ってみんながすごいかっこいいこと書いてるのに、善良な市民って書いてた皆さん、ご自身のプロフィールとか、自分の写真とか何か作りたい、文章を作りたいなと思ったら、中村さんにコンタクト取ってみてください。はい、本日は
ライター歴25年、そんな四半世紀の中村明子さんにお越しいただきました。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。素晴らしかった。ありがとう。あなたに代わってあなたのことを文章で表現します。伝わるプロフィールライティング、徳積なまこ文章作成室。あなたの思いにしっかり耳を傾け文章にまとめます。誰が読んでも分かりやすくきちんと伝わるプロフィールに仕上げます。経営者の方、これから起業を考えている方、新たに何かを始めたいという方、自分を見つめ直したいという方、活動や思いを文章にまとめてみませんか？コンセプト作りのお手伝い、ホームページやランディングページ、パンフレットのライティング、動画シナリオ、自分史作りなどもお気軽にご相談ください。徳積なまこ文章作成室。